磨いてるけど、どうした？これは売り物です。カフェで花瓶でも売る気？はい、もうカフェだからコーヒーなんてそんな当たり前じゃないですか。こう想像を超えたものをね、こう売らないとね。そんな超えてないけどな、うん、どうですか、これ買いません？いかほどですか？これはね、持ってるだけで幸せになる花瓶で10万円です。マスター、はい、そういうことをね、はい、やってるとせっかく少しいいところがあるんだから、はい、そういうところはダメダメダメ、もうちょっとこう素直を強調していかないと。まあ冗談だったんですけど、わかりました。もう僕心を入れ替えます。幸せを呼ぶ歯ブラシ7万円高どうですか？詐欺です。いや、1回しか使ってませんよ。マスター、やっちまいましたね。そうです ね、幸せになれる花瓶も歯ブラシもこの世には存在しません。のぞみさんが言ってたように、平凡にまっすぐに歩いていく、これが一番幸せになるいい方法なんですよ。商売誠実ですよ。そうです。まあ今回のマスターちょっと擁護しますとね、冗談だったと思います。冗談だって、ね、本業と違う全く異なる事業に展開していきたいなんていう願望だったと思うんですよ、うん、まあ、実際にビジネスではそういう企業ってたくさんありまして、うん、例えばお掃除のサービスやってるダスキン、はい、ドーナツ事業やってますよね。そうですね、はい、あれも経営の多角化といいますし、私ね、うちの近所にハンコ屋さんあるんですよ。ハンコ屋さん、多角化で何やってるんですか？印刷ポスターするとか。そうで普通思いますよね、うん、どら焼き屋さん、また美味しいね、本当に美味しくて、うわーぶ、はい、なんでそうやってそういうね事業されたのかなと思うほどなんですけど、うん、まあ、多角化経営っていうのはですね、事業戦略上位置づけますと、これ特別なことではありませんし、何か一つの事業が衰退しても他の事業を助けてくれる、衰退リスクが軽減できますよね。なるほど、そうですよね。でこの後ご紹介する株式会社マンケンも建設業を中心に成長してきた会社なんですが、シーツ販売のお店を出すなど多角的な経営も行っているんです。そこには誠実にまっすぐに地域社会に貢献したいっていう熱い思いがあふれているんです。お楽しみに。はい、そしてビズロフでは今年最も重要なキーワードと言ってもいいかもしれない脱炭素経営の促進について解説します。はい、それでは滋賀経済の始まります。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ、今回は滋賀県内のランドマーク的な建物の内装外装工事をメイン事業として数多く手掛け、多角的な経営も行っているという株式会社マンケンをご紹介します。株式会社マンケンは1977年屋根や内装外装工事を行う建設業として設立。以来金属ボード工事を主に滋賀県内一円から京都、大阪、三重まで施工範囲を拡大。公共事業、民間工事を問わず地元ゼネコンより工事を受注し、決算期としては今年で50周年を迎える企業です。現在では建築部門にとどまらず不動産、マンション経営を行い、これまで400戸以上の賃貸マンションを達成している株式会社マンケンエンジニアリング、農産物の加工販売業務を行い、牧場直送スイーツが話題となっている株式会社ハート&フード、2021年には近鉄百貨店草津店にミルクサウンドという店舗もオープンしました。またバレエ教室など子どもの育成と健康を担う有限会社ベストウォールをグループ企業とし、多角的な経営も行っています。2代目社長として新しい時代を担うこととなった水原社長にお話を伺いました。マンケンの企業理念は愛車創業を掲げております。社員に愛される企業であり、地域社会に貢献できる企業づくりを目指しております。人も
企業も信用が基盤と考え、グループ全体を通じて社員一人一人がお客様との出会いに感謝し大切にする、親切丁寧に対応してどんな苦難も団結力を持って社員一同で取り組むことで50年という社歴を持つことができました。それぞれのグループ会社にウサギのシンボルマークをつけております。これは亀に負けるウサギの油断大敵という教訓、そして大きな耳で情報を収集し足腰の強いウサギ、どんな坂道も苦難があろうとも登り切ってみせるという意欲に満ちた動物でございます。そしてウサギのように愛される企業でなくてはならないと思い起用しております。万健ではグループ会社を作っているのは経営の柱を増やして安定的に成長していくため、一本の柱だけでは何か大きな変化があった時に社員を守れない、そこで人間に必要な衣食住を展開できる事業を考えました。例えば住では内外装業が専門である当社自らマンションを建築して管理も行う、食では地域の方々と触れ合い喜んでいただけるにはと考え4年前に幸せ園をオープンしました。お米や醤油、滋賀県の牧場さんと提携してチーズケーキやドーナツ、牧場のスイーツを取り扱いしております。またカフェではお食事も出していただいており、一番の人気が手ごねハンバーグ、これはもうめちゃくちゃうまいです。あと最近ではカスうどんも出しております。寒い季節に温かいカスうどんを食べていただき体を温めて、そういう思いでメニューに追加しました。また2021年3月に草津の近鉄百貨店にて牛乳で健康をコンセプトとしてミルクサウンドをオープンしました。チーズケーキやドーナツも好評で、ジェラートは夏お客様に喜んでいただいております。スタッフもお客さんからの笑顔に元気をいただいて日々頑張っております。E としては、言い換えればハウルと言いますか、社員みんなで頑張って現場をこなしていった結果、他府県の現場もいただけるようになりました。そして縁があり2020年9月の4日に島根県で営業所を開設することができました。少しずつお仕事も増えて、昨年末には新しく2人増え、3人で明るく前向きに励んでくれております。それではここから具体的な万健の事業について見ていきましょう。安田専務に伺いました。弊社のメイン事業が建築事業となります。役所や学校、病院など誰もが目にしたことのある建物の内装下地、仕上げ、外装工事を行っております。建設事業部では地元建設会社、工務店様から受注し、長年にわたり様々な内装、外装工事を行ってきました。県外地縁はもちろん、京都、大阪、三重など少しずつ施工地域が広がってきました。社員以外に150名以上の専門の施工技術者がいて、現場に応じた技術者を派遣できる体制を整えております。作業内容としましては、室内では計量下地、ボード工事をはじめ、クロス、床工事、ブラインドカーテンなど、室外においては屋根工事、外壁サイディング、板金工事など、国内有力メーカーの建材のはほとんど取り扱っており、責任を持って施工させていただいております。つまり万健に仕事を依頼していただければ、建材の準備から施工まで一貫して行うことができる、それが当社万健の強みと言えるかと思います。軽量鉄骨下地といいまして、薄くて軽い鋼材でできた材料を切断し、格子状に数種類の部材を組み合わせて躯体から吊り下げて天井を作ります。またいろんな厚みの鋼材を立て込んで間仕切り壁を作ります。木材と比べると燃えにくいという性質を持っています。そのため多くの人が集まる店舗や企業の事務所などに用いるには最適な素材といえます。木材はやっぱり天然素材のため品質にばらつきがありますので、需要と供給のバランスによって価格が上下することもあります。鉄材は安定して供給することができるので、軽天下地っていうのはもうこれからもどんどん増える一方やと思いますね、はい、
まあ、皆さん聞かれたことがあると思うんですけども、石膏ボードといいまして、無機質の石膏には約 20% の結晶水が含まれてまして、万が一火災が発生した場合も結晶水が水蒸気となって徐々に放出され、温度上昇を遅らせる働きをして炎症防止の効果を発揮します。また音を通しにくい性質があるため大変優れた遮音性能を持っていますので、マンション、ホテル、病院などプライバシーや静けさを要求される場所に向いております。私たちが目にするランドマーク的な建物の外装内装工事を50年にわたって継続できているのは、信用という基盤を築き続けているからに他なりません。具体的にはどのようなことを行っているのでしょうか。弊社では社員や施工技術者に向けての安全技術指導を目的とした安全大会などを定期的に開催しております。安全に施工することは我々の責務であり、それが地域社会に貢献することになると考えております。安全を叶えるためには技術のレベルアップが重要であり、常に最新の工法手法を取り入れ技術のレベルを上げていかなければいけません。弊社では一級技能検定取得を推進し、受験者に対してのバックアップ体制をも整備しております。まだ近年では耐震天井施工のレベルアップが求められておる中、構造耐力上の安全性の確保を明確に義務付ける基準が設けられました。脱落によって重大な危害を生ずる恐れのあるものとして、国土交通大臣が定める天井が特定天井となります。今後とも我々はメーカーさん、代理店さんとタイアップして、より安全な安心してお使いいただける建物の施工を目指していきたいと考えております。特に最近でしたら老人ホーム的な建物でありましたり、認定こども園さんも非常に増えております。我々よりやっぱり弱者という立場の方のやっぱり思いに立って、いかに安全に避難できるかっていうようなこともやっぱり我々が考えて施工していかなあかんとは伺っております。あ、満検査やったら大丈夫というふうにやはり皆さんがやっぱり言っていただけるようなものづくりをしていきたいと考えております。安全に確かな施工を行う、これは絶対に外すことはできないことですが、近年はそこにアイデアやデザイン性も問われることが多くなっているそうです。私は床や壁のいわゆるインテリア部分の装飾などを担当しております。最近ではお客様とクロスや床材の組み合わせのデザインから打ち合わせに入ることも多くなってきました。完成となる部分の工事のため、材料の性質と施工場所を考えた提案を行ったり、お客様の希望により近い材料を提案できるように特に前準備をしっかり行っております。殺風景な現場に色のついていく工事のため、工事途中で見に来られたお客様の反応や完成した時のお客様の笑顔を見ると、私も嬉しくやりがいを感じ楽しく仕事をしております。私入ってまだ2年なんですけども、すごい相談もしやすいですし、現場で何かあった時に上司に相談しやすい環境はすごい整っているかなと思います。そこがいい会社かなと思います。満健は社会貢献活動も積極的に行ってきました。交通維持への支援活動、医療従事者への寄付など、この番組内では紹介しきれないほどの社会貢献を進めてきたのが水原和夫会長です。2021年3月には紺綬褒章も受章されました。滋賀県下で建てられる建物を全てですね、万県のエリアとしてですね、行動してまいりました。発注先がどんな大手様であろうとも誠心誠意対応していけば必ずチャンスがあり、入り込めるという隙間がある、それを信じて行動に移すことが大切だとかように考えております。社訓の中でですね、社会は人の集まりである、誠意と情熱で勇気を持って行動すれば必ず人の心を動かし信用となって帰ってくると、人も企業も信用が基盤である、とこの思いを実践して、さらに社内で大きな声で元気に挨拶することを心がけてまいっております。まず朝は大きな声で挨拶からというふうな考え方でおります。明るい環境づくり、人を大切にする全ての人々が幸せになる企業を目指して、これから若手を積極的に登用し、新たな満県の形を作ってまいりたいとかように考えておるわけでございます。
私と違ってですね、若い人たちのやはり考え方でですね、どんどん提案していただいて、そして前に向かって時代に遅れないように取り組んでまいりたいと、こういうふうに思っているわけでございます。グループ全体を通じて親切丁寧に苦境に負けず着実に進むこと、これを継続していこうと思ってます。そして地域社会に対して従来以上に貢献できる企業へと発展できるように一層努力していきます。これまで滋賀のランドマーク的な建造物、この多くを当社が関わらせていただいたことに自信を持ち、そして感謝し、また怒ることなく一歩一歩成長していこうと思っております。いい食住、これにさらに磨きをかけて愛される企業づくり、そのためには会社の健康であり社員の健康、そして幸せ、それを大事にし、明るく楽しく前向きに飛躍できる企業へと成長していきたいですね。何より定年退職を迎えた時に、ああこの会社に入社してよかったなって思ってくれるような会社にしていくのが一番の目標ですね。マンケンの多角経営は、ご社員をはじめとしたマンケンに関わるすべての人が幸せであるためにという方法だったんですね。水原社長のおっしゃる、こう定年退職をするときに、この会社に入社してよかったなと思ってもらえる企業にしたいっていうのは、社員たちとずっと長く仕事をしていくっていう決意の表れですもんね。はい、まあ、愛社精神もそうですし、はい、経営のスタイルもですね、まあ、10代型のオーソドックスなスタイルかもしれませんけれども、はい、その中にはですね、うん、人も企業も信用が基盤って掲げられてますし、おっしゃってもいましたよね。やっぱりですね、その支えてる企業の人、うん、社員さんとか従業員さんをですね、大切にしたいという思いが、もうとっても伝わってきていましたし、まさにその通りの経営をされてたと思うんですよね。はい、やはりあの経営者というのは、利益を第一に考える、これはもうもちろんなんですけども、うん、それ以上に人が大切だっていうですね、熱い思い、これ従業員の皆さんに伝わるんですよね。そういった企業はやっぱり強いなと思います。これからの新しい50年に向けて、古きを温め新しきを知るですよね。こう時代の流れを読み解きながら、どんな会社を作っていくのか、今後のマンケンの発展にも期待が高まります。以上、ビズラボでした。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを、解説コメンテーターの鬼久保さんに分かりやすく教えてもらいます。さて今回は、はい、今月の放送でですね、滋賀経済6団体のトップの皆さんから展望をですね、お聞きしたんですよ。はい、でその際 DX デジタルトランスフォーメーションについての重要性、もちろんおっしゃってたんですけども、それに加えましてね、うん、脱炭素経営を促進する、こういった大切さについてもおっしゃっていました。はい、そこで今回は脱炭素経営の促進について取り上げてみたいと思うんですが、お願いします。はい、環境省のウェブサイトを見ますとね、TCFD などによって気候関連問題のですね、情報開示の促進をしましょう、うん、まあ、すでにあのしている企業も多いと思うんですが、それから RE100 ないしは SBT などのですね、目標設定をすることによって、うんうん、脱炭素経営を促進する企業の取り組みというのがですね、進んでいますよということが掲げられているんですね。さあ皆さん、横文字がたくさん出てきましたね。はい、USJ とか TDL 的なものじゃないですよね。はい、ですよ。はい、もう横文字ばっかり、はい、アルファベットばっかりですからね、ちょっとね、難しいと思うんですよね。はい、まずね、 TCFD というのはこちらなんですよ。はい、気候関連財務情報開示タスクフォースというもので、そのアルファベットのですね、頭文字をまあ取ってるんですけれども、これ何を言いたいかと言いますと、はい、気候関連 の問題にどう企業が取り組んでいくんですかっていうことを積極的に情報開示していきましょう、そういったですね、取り組みを促すために設けられた国際的なプロジェクトのこれ名前なんですよ。はい、積極的に情報開示しますとね、皆さんそれに向かってやろうとするじゃないですか。そうすると脱炭素経営が進んでいくってことなんですよね。うん、で続いてこちら SBT、 これはですね、簡単に言いますと温室効果ガスの排出の、排出の削減目標をですね、はい、していきましょうよと
というふうに提案されているものと捉えてください、はい、そして最後の RE これ100と読みます、はい、こちらは 100% 再生可能エネルギーによって自分の事業の使用電力を使いましょう、そういうふうに賄っていけばですね、はい、再生可能エネルギーで賄える企業が出てくるということで、うん、ここに賛同してくださいねっていうことを世界の企業、日本の企業に呼びかけているってことなんですね。ちょっと待ってくださいね、カフェ見たらね、はい、マスターがねポカーンとしてわかりませんいい機会だからお勉強しましょう。そうですね、はいはいはい、もう難しいと思うんですよPCFD、SDT、RE100 ですから、はいはい、でこれいずれも脱炭素経営を進めていくためには大切な要素ばっかりなんですね、うん、で今ねまたもう一つこれ横文字が出てきちゃうんですけれども、うん、今環境や社会やガバナンスといったの企業統治と言いますけれども、これ大事にしましょうね、重要ですよねってことをこれまた ESG って言うんですね、はい、この世界的な潮流に従ってですね、はい、動くときにこの脱炭素経営促進するための今の3つの要素っていうのは実はこれやってますとね企業価値高まりますよっていうふうに言われてるんですよ、はい、これなぜかと言いますとね脱炭素経営を促進するためにこういう指標などにのっとっていますと、うん、とにかく他社との差別化ができるんですね、はい、新しい事業の取引先パートナーができますと、うん、ビジネスがしやすくなります、はい、もう一つこの取り組みをしている企業というのは積極的にですねそういった企業にお金貸しましょうという流れになっているんです、はい、ビジネスしやすくなっているんですよ、うん、逆にしてないとお金貸してくれません、やっぱりビジネスが進まないんですね、はい、ということでビジネスしやすくなってくるから企業価値が高まるってことなんですね。なるほど、はい、そこで大事な今3つご紹介したものについて日本企業の世界的な取り組みどうかと見る統計がこちらなんですね、うん、TCFD に賛同、SBT に認定、そして RE100 参加ってことなんですけれども、はい、ご覧のように日本というのは、はい、世界の中でもトップクラスで取り組んでいる企業数が多いという数だけは分かりますよね、うん、これは素晴らしいことですよね、はい、滋賀県でも2020年1月に県民、事業者等こう多様な主体と連携して取り組む滋賀 CO2 ネットゼロムーブメントキックオフ宣言をしました。先日の番組でも、はい、滋賀県産業支援プラザの大道理事長が、まあ、こちらおっしゃってましたよね、はい、滋賀 CO2 ネットゼロ促進する進めていくとおっしゃってましたけど、はい、環境先進圏滋賀なんですよね、うん、で日本企業日本というのは、うん、脱炭素経営進んでましたよね、はい、世界の中でも進んでる、その中で滋賀県というのは世界ナンバーワンだっていう未来が来てもおかしくないですし、うん、はい、そういうことが夢ではないってことなんですよね、うん、そうですよね、多くの県民の方が琵琶湖を大切に思っていますよ ね、これは間違いないです、はい、県や自治体そして企業に大学そして金融、はい、まだありますね、何より県民です、はい、はい、こう他の地域にはない滋賀県には一つになれる強さっていうのがあるんじゃないでしょうか。 あると思います、はい、まあ、今現在はコロナ対応で皆さんですね非常に手一杯厳しい状況かもしれませんけれども、うん、今年2022年のキーワードといえば脱炭素経営ですね、しっかり取り組んでまいりましょうね。そうですね、以上ビズログでした。今回のビズラボは株式会社マンケンをご紹介しました。のぞみちゃん気になることがあるんですよね。聞いたんですよ、近鉄にあるミルクサンドのチーズケーキとジェラートがもうめっちゃ美味しいって聞いて、もうめっちゃ行きたいです。そうですよね、なんといっても牧場直送のスイーツですからね、おいくぼさんも食べたいんじゃないですか。はい、まあ、それ以外にもですね、うん、マンケンさんってこう社会貢献活動をですね、はい、すごく力を入れていらっしゃるんですが、もう番組でも紹介しきれないほどたくさんされているそうなんですけど、はい、地域に貢献するという強い意志がないとなかなかできないですよ ね、素晴らしいです。水原会長は紺綬褒章も受章されていますから、まあね、本当に素晴らしい活動を数々されているんですよね、はい、で素晴らしいといえば今月1日にご紹介しましたね、放送しました新春スペシャルに出演された今村翔吾さんの採用の盾、こちら直木賞を受賞しました。すごい、素晴らしいですね。改めて番組でも取り上げたいと思いますが、はい、本当に読み応えありましたよね。そうです、うん、なんといっても滋賀県が舞台、大津城が舞台です、はい、マスターもぜひ読んでみてくださいね。はい、はい、直木賞に採用の盾が採用されたんですね。はい、そうです
ですね。新春スペシャルはですね番組サイトから見ることができますので、見逃した方ぜひご覧になってみてください。いくつになっても夢は叶いますよ。はい、滋賀県祭の次回もどうぞお楽しみに。